こんにちは STB 配信オリジナル番組ウィーサーチ北海道旧式ひろみです北海道初のニュースを一段掘り下げてお伝えしていく番組今日のテーマですがどうなる札幌ドームと題してお送りしてまいります最終戦終えましてもう札幌ドームでファイターズの試合を見ることはありませんファイターズのいない札幌ドームですがこの先どうなっていくのでしょうか展望フロアにやってきました初めて来ます サインボールなんかも飾られていますが、さいよいよドームのてっぺんから見下ろすと、うわこんななんですね。広いですね、やっぱり札幌ドームは。ああのマウンドにダルビッシュ投手が、大谷投手がいたんだよな、投げてたんだよなっていうのがよみがえりますよね。 やっぱりこの札幌ドームとファイターズって共に歩んできたんだなっていうのがここへ来て押し寄せてきます。19年間ファイターズの本拠地として多くの人に親しまれてきた札幌ドーム。先月28日最終戦を終えるとファンからも惜しむ声が聞かれました。ここで終わりっていうのがなんか信じられない。まだあの明日も来れるのかなというそんな気持ちでねいっぱいで。 あの本当に終わりなのかなといううんあの気持ちで気持ちですね。はい、札幌ドームではこれまで年間のイベントの半数近くをファイターズの試合が占めていました。まさにファイターズあっての札幌ドーム。その穴埋めを今後どうするのか。札幌市の戦略の一つがこちらです。ドーム内の空間を天井からロールカーテンで仕切るコンサートモード。 ドームのすべての席を埋めるコンサートとなるとかなり大規模なものとなりますが外野席側に2万人規模のコンサート会場を作り新たな需要を掘り起こす狙いです,です札幌ドームを訪れていた人は。 個人的ですすごく残念ですね,ね。一般開放とか、スポーツのイベントとかをここでなんかやってもらえたら、子供も今、小さいんですけど、まあそういう頃からそうあの広いと所で遊ばせたりとか、できるようなイベントがあったらいいなとは思いますけど。はい、ファイターズが去った後、札幌ドームをどのように有効活用していくのか。 スポーツやエンターテインメントの発信地として人々に夢を与える場所であり続けてほしいというのが多くの人の希望ではないでしょうか。 かつてですねサッカーやラグビーのワールドカップだったり国際的なアーティストのライブも行われたということを思いますと華やかなイメージのままであってほしいそう思うんですがさあこちらに札幌ドームのイベント日数をまとめたものがあります。ご覧くださいこれままでででではすすすねね番上ですプロ野球、まあ、つまりファイターズですよ、ね 年間六十二日間、え実に利用の半数近くを占めていたわけです。えこれが来年度以降は当然のことながらプロ野球はゼロになります。まあその代わりですね他のイベントを増やして稼働率を上げていくということが必要になっていくわけなんですが、えー、じゃあどうやって で稼働させていくかという札幌市あるいは札幌ドームの主な作戦がこちらの四つになります。えまずですねコンサドーレの全試合え今厚別競技場で行われているものを全部札幌ドームに持ってくる。えそして展示会やイベントの数を増やすというもの。えまたネーミングライツ命名権ですねえ。例えば今札幌ドームと呼ばれていますが命名権を売って STB ドサンコドームのようなこと。 にすするとということですね、えー、そしてコンサートの回数を増やそうという取り組みさあこのコンサートについてはですね VTR の中でもちょっとご紹介したんですが改めてご説明します札幌ドームの収容人数は4万人ですが実際そんなに多くの人が押し寄せるコンサートというのはほとんどありません工業的な視点から考えますと1万人から2万人入るというのが現実的です さあそこで大きなカーテンでドームに仕切りを作りましてサイズ感に合わせて利用してもらおうというものです、えー、そしてこちらをご覧いただきましょうか見えますかね、えー、売上の見通しですこれ札幌市が提出しているものなんですけれども札幌市が試算した今後の売上の見込みです 来年度はまだ新型コロナの影響が残りましてイベント数もさほど増えないということで赤字を見込んでいるんですが再来年度以降ですね、えー、黒字に転じまして2024年度で言いますと3100万円の利益が出るというふうに発表しているんです、えー、ただですね2019年コロナ前のピーク時は売り上げがです、ね、こちら。 39億だったんですがそれが2024年度19億ということですから、まあ、5割減という数字にはなるわけですねさあこうした札幌市の見立て見通しにつきまして専門家はどう見ているのか、えー、公共政策に詳しい北海道大学の石井義治客員教授にずばり札幌ドームの今後について伺いました。率直に言えばかなり厳しいといとう 見立てをせざるを得ないと思ってます。そう思われる根拠ですね。はい、そこを教えていただきたいんですが、<laughs> 収益的に言うと、まああのかなりのまああの利益貢献を西山無我見がしてたというふうに考えられますので、あの売上の増減よりも利益のその落ち込みっていうようなことでより。 西アムの影響は深刻じゃないいいかとううふうに、まあ、見ています来シーズンから開くことは分かってたわけですから何年も前から分かってるわけですから来年はきついけど再来年以降はうまくいくんだっていうご説明は率直に言うとやっぱりちょっと納得できると言いますか理解できるもののにはならないのかならいかと今後札幌ドームはどうあるべき どう使うか、どう活用して、市民の、まあ、ある種福祉、立候ーセ水準を上げるか、本来の公共施設として、札幌ドームをどう使うかっていうことの議論を、僕はもっとしてもいいんじゃないかと、公共施設としてどう使うかっていう議論は全く欠如してますんで <laughs>、むしろそこが問題だっていうふうに、まあ誰かが言わなくちゃいけない。 はい、えー、石井先生のお話をまとめますとこのようになりますファイターズの穴を埋めるというのはやはり相当厳しいだろうと見ています、えー、そして4つの対策札幌市が打ち立てた4つの対策ですが方向性は間違っていないものの えー、計画として見込んでいる数のイベントを呼べるか実際に呼べるかというところは裏付けに欠けるのではないかとおっしゃっていましたまたネーミングライツにつきましても実際、広告効果がどの程度あるのか、えー、手を挙げる企業が果たしてあるのか疑わしいというふうにおっしゃっていました。 あのそしてです、ね、石井先生これは個人の感想ですけれどもというふうに前置きをした上でです、ね、ファイターズ移転の経緯にある種、喧嘩別れのような部分があったので札幌市民の視線が厳しくなっていますけれども公共施設の赤字を税金で補填するというのは他の施設でもあることだとすで、えー、に決まってしまったこと終わってしまったことに目を向けるのではなく前向きに活用方法について 市民を巻き込んだ形で話を進めていくべきではないかというふうにおっしゃっていましたさあ、皆さんはどんなふうに感じたでしょうかねあの実際に札幌ドームに観光にいらしていた方にお話を伺いましたけれどもこの方建築関係の方だったんですね札幌ドームの美しさ景観の素晴らしさについて語っていらっしゃったんですがあの札幌ドームの設計を手掛けたのが 建築家原博さんという方で例えば京都の駅ビルもこの原さんの設計になるそうなんですファイターズが去っても札幌市が誇る象徴的な施設であることに何ら変わりはありません石井先生もおっしゃっていましたがこれからどう利用していくか活用していくかを積極的に考えることが大切で例えば今でもキッズパークは無料で利用できますしドーム内にあるトレーニングルームは1回5 0 そもそも雪に覆われる北国で年間を通して使えるスポーツ施設が必要だというところから生まれた札幌ドームですので赤字や採算という点よりもいかに市民が使いやすい施設にするかというのが重要なのではないかと私は考えました。 えー、もちろんですね皆さん、えー、徹底的に責任を追及すべきだという声ですとか赤字を税金で補填なんてもってのほかだという声があっても、えー、しかるべきかと思いますぜひコメント欄であなたのご意見をお聞かせくださいさあ、ウィーサーチ北海道また来週の土曜日日曜日に配信してまいります、えー、今回も最後までお付き合いいただきましてどうもありがとうございました